はいどうも、ゴッツチャンネル GT ワークです。この間ルーフテント作ったんでですね、早速キャンプで使ってみてたんですけども、ちょっと一つ重大な欠点が発覚しましたと。それ何かと言いますと、夜寝るときルーフテントで寝てるとですね、昼間使った椅子とかテーブルとか焚き火台とかのアイテムがですね、車の横に放置した状態になっちゃうと。でこういうのそのまま放置しとくとですね、まあ、風で飛んでっちゃったりとか、雨降るとぐっちゃぐちゃになったりですね、あとお前のものは俺のものと思っているあのオレンジのシャツ着た人とかがですね、持ってっちゃったりとか、いろいろ良くないことが起きるんですね。まあ、それでいろいろ探してて見つけたのが、まあ、カーサイドテントっていうものですね。で今回も最初は売ってるものを探してたんですけども、ちょっとサイズとかですね、お金とかしっくりくるものがなかったので、まあ、また例に漏れず自作することにしましたと。でこの日めちゃくちゃ風が強くて、ちょっと晴れるかどうか怪しいんですけども、まあ、ちょっと頑張って紹介していきたいと思います。はい、ではですね、早速組み立てていきたいと思います。まずは車の上についている細長い入れ物から支柱を取り出します。でこれ何かというとですね、実は雨どいですね。雨どいにちょっと蓋つけてですね、細長いものが入るようにした入れ物ですね。でこの中にですね、細長いアルミのパイプが入っているので、それをまず取り出しますと。でその他にもですね、支柱になる、伸び縮みするアルミのパイプですね、これが入ってるんで、それも取り出します。ちなみにこの伸び縮みする棒、ペンキを塗る棒ですね。はい、アルミの棒を取り出したらですね、次はテントの布の部分になりますね。はい、これ車の中で広げるっていうのがミソですね。車の外に広げちゃうとですね、砂とか土とかいっぱいついて汚れちゃうんですね。でちょっと広げたテントの端にですね、このアルミのパイプをシュル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 っと通していきます。これですね、一番端っこ縁になる部分ですね、ここに1本通しますと。次にですね、ぐるぐる巻いてあるテントの布の中心部にですね、同じようにシャフト差し込むところがあるので、ここに差し込んでいきます。この中心部のシャフトは広げた時にテントの縁ですね、前側の縁になるところになります。次にテントを支える柱の部分なんですけども、これ伸ばすと3メートルになるアルミの棒と、伸ばすと2メートルになるアルミの棒の2本ずつでできてます。で後ろにですね、アルミのパイプ刺したり、横に穴開けたり、ちょっと細工してますね。はい、次はさっきの2本のアルミの棒をドッキングしていきます。で穴と棒があるんでですね、そこに通して R フックっていう金具をですね、このカチャッと差し込んで抜けないようにしますと。ドッキングしたらですね、今度は車の方につけてあるシャフトに取り付けていくんですけど、長さをちょっと調整しておきます。でこの棒ですね、ちょっとひねるとですね、伸び縮みして、すぐ長さ調整できる結構便利なやつですね。で本体側のレールなんですけど、こんな風になってます。でこれ端っこがですね、回転するようになってて、回転させて穴を横に抜けますね。そしてこの穴にですね、先ほど組み立てた2つの棒の横の方の棒ですね、これを差し込んでいきますと。で差し込み終わったらですね、これもちょっとひねりながらある程度長さを調整していきますと。でこれあんまり高くしとくとですね、手が疲れて作業大変なんでですね、ちょっと低めになるように調整しておきます。はい、左側が終わったらですね、右側も同じような要領で組み立てていきますと。両方のシャフトが完成したらですね、今度はいよいよ屋根の部分ですね。で先ほどポールを通した布を持ってきてですね、このもともとついているレールにマジックテープで左右を固定していきます。はい、で固定したらですね、今度はテントを開いていきますと。でこうやってくる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 っと開いていって、柱の先っちょについているアルミの棒にこのテントの棒を差し込んでいきますと。で左が終わったら右側も同じように差し込んでいきます。はい、で差し込み終わったらですね、今度は横の棒をグイーンと伸ばしてですね、テントをピーンと張っていきますと。でただね、この段階ではまだどこにも固定されてないんで、テント結構フラフラですね。見てわかるように風が吹くとちょっとフラフラフラっと揺れてる感じがわかるかと思います。
はい、このフラフラを止めるために使うのがですね、パラコードですね。普通のテントを張るときはテントの外側に向かって紐を引っ張るんですけど、このテントですね、車の方、テントの内側の方に向かって引っ張って紐を張ります。普通のタープはですね、内側に引っ張ると布がくちゃっとなって全然張れないんですけど、これ結構頑丈なですね、骨組みが入ってるんで、むしろ外よりですね、内側に引っ張った方が部品同士がくっつく方向なので強力に固定できます。で、その内側に引っ張った紐どこに結ぶかなんですけど、これ車ですね。で、こういう石ばっかりの瓦だとですね、全然ペグが刺さんないんですね。で、車本体に結ぶとですね、どこでも場所を気にせずロープ張れるんで、すごい便利です。はい、こんな風にですね、スポークの間に通して、で、その反対側をですね、テントの一番先っちょのとんがったところですね、ここに引っ掛けて引っ張ってますよという形ですね。はい、紐を引っ掛け終わったらですね、横のシャフトを伸ばして布をですね、ピンピンに張っていきますと。ちょっとこの日風強いんでですね、横の壁がですね、ベロベロベロってなって非常にやりにくいんですけど、普通はですね、こんなことになんないです。ちょっとあんまり風ひどいんでですね、横の壁の部分先にちょっとくるくる巻いて畳んでしまいましょう。はい、そしたら最後にですね、横のシャフトの長さを調整して、で、わざと低くしておいた縦のシャフトの長さも調整して、頭に当たんないぐらいの高さまで高くしていきます。ここまで終わればですね、ひとまず完成といった形ですね。で、このテント横の壁を下ろすとこんな感じになります。で、前と横の布はチャックで連結できるようになっているんで、チャックを閉めるとですね、しっかりした部屋になります。ちなみに中はこんな感じになってます。で、ちょっと下の方がベロベロしてるんですけども、これちゃんとペグダウンできる場所でペグで固定すればですね、こんなベロベロならないです。ちなみに広さなんですけども、横幅が220センチ、奥行きがですね240センチという広さになっています。まあ、机を置いて椅子を置いて家族4人でギリギリくつろげるかなっていうようなサイズですね。ちなみになんでこのサイズかと言いますと、材料に使ったレジャーシートの大きさがこのサイズだったっていうだけですね。ちなみに窓もついてます。で、チャックが2本あるんで、それを上からですね、下の方に下げるとベロンとなって開けることができますと。で、一応ですね、バグネットもつけてみたんですけど、よくよく考えたら車の下側がですね、ツーツーなんで、全然意味なかったですね。はい、まあ、荷物とか置いてですね、車の下穴塞いだら、ちょっとは役に立つようになるかもしれませんね。で、このテントですね、横から見るとこんな感じの寸法になってるんですけども、普通のテントと同じようにポール使ってですね、入り口持ち上げるとここまで広げることができますと。もともと 2m40cm だったのが 2m 分広がってですね、 4m40cm っていう長さになりますね。で、このテント正面だけじゃなくて横にも壁があるんで、横の壁も広げるとこんな風になります。奥行きはさっきと同じ 4m40cm なんですけども、横幅が 6m40cm まで拡張することができますと。普段はここまででかくすることないんですけども、ちょっと大人数でね、バーベキューとかするときはここまで広げると結構大きな日陰作れていい感じです。あとですね、ちょっとこだわって作ったのがこれ天井なんですけども、天井に窓がありますと。で、天井にチャックなんかつけると雨漏りするんじゃないのって思うかもしれないんですけども、一応これアクアガードっていうですね、防水のチャックになってるんで、多分雨漏れてこないはずです。で、なんでこれつけたかと言いますとですね、この間作ったルーフテントにこのカーサイドテントからですね、直接行き来したくてこの天窓つけました。で、夜暑すぎてね、すっぽんぽんになっちゃった時もこうやって中移動すると大丈夫ですね。はい、外から見るとこんな感じになってますね。あれ、結構隙間空いてるな。これちょっとお宝見えちゃうかもしれないですね。夜暗いから大丈夫でしょう。はい、はい、じゃあせっかくなんでですね、ちょっといろいろ物を置いて料理作ったりしてみて使い勝手を確認してみたいと思います。
で偉そうに料理作ってみたいと思いますって言ってたんですけど、あの結局作るのカップラーメンなんで、あのお湯沸かすだけですね。はい、でカメラ止め忘れてご飯食べるとこ映っちゃったんですけど、これあのマスクしてると食べれないですね。これたまにやっちゃうんですけど、俺一人の時にやるとなんかもうあーって感じになっちゃいますよね。はい、次は片付けなんですけども、これも純粋に組み立ての逆をやるだけですね。左右のベロベロっとしたやつを上に乗っけて、マジックテープ外してくるくるくるっと巻いてですね、で支柱をばらしておしまいという感じですね。最後片付ける時もミソはですね、車の中でシャフトを抜いてテントを畳むっていうところですね。こうすれば汚れないです。はい、というわけで強風の中でテント立てれるのかっていう動画だったんですけど、もう途中でだいぶ趣旨忘れてましたね。で結論からするとですね、まあ強風でも立てれるという結論になりましたね。でこれやっぱりですね、ちゃんと骨組みが入ってると風に対しても抵抗力かなり良くなりますね。でこのテントなんですけど、まあぶっちゃけレジャーシート買ってきて貼っつけただけなんでめちゃくちゃ簡単です。ちなみに今回一番時間かかったのが、実は大して役に立たない窓でしたね。で今後もですね、バックドアテントとか、まあその他いろいろ面白そうなものを作っていこうと思いますので、もしよろしかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。ゴッツチャンネル GT ワークでした。